半導体素子。ここでは、半導体素子や半導体部品、部品、A、セミコンダクターデバイス、セミコンダクターデバイスについて、解説する。半導体素子とは、半導体、A、セミコンダクターによる素子である。半導体部品とは、半導体による部品、電子部品のことである。半導体素子は、半導体の電子工学的な特性を利用し、 電子部品の中心的機能を担っている。半導体は固体状態だという特徴があるので、ソリッドステートデバイスという用語もセミコンクターデバイスとほぼ同義に用いられている。半導体素子にはトランジスタや集積回路、ICLSI、抵抗、コンデンサなどがあり、テレビ受蔵機、携帯電話、コンピュータといった電気製品、電子機器のほとんどに内蔵され、 さらに自動車や各種産業機器などにもコンピュータなどの形で組み込まれており、その工学上の重要性は非常に大きい。また経済上の重要性も非常に大きく、世界の半導体市場の売り上げは2009年でに284億ドルであった。半導体素子が一般的に使われる前には電子機器内の濃度素子としては真空や機体を利用した電子管、 真空管などが使われていた。しかし、半導体素子には次のような特徴があるため、ほとんどの応用分野で電子管を代替し、量駕した。当初電子管に比べて不利とされていた弱点についても、それを補う方法が開発され、さらに広く普及した。ほとんどの半導体素子は、単結晶シリコンを使用するが、他に利用される材料として、ゲルマニウム、ヒカ、 ガリウム、ギャス、ガリウムヒソリン、窒化ガリウム、ガン、炭化系素、シック、等がある。半導体材料の伝導性は、結晶構造中の自由電子の過不足を生む、不純物に依存する。通常多数、キャリア、マジョリティキャリア、N 型半導体では、電子、P 型半導体では、成功を通じて担われる。しかし、トランジスタなど多くの半導体素子では、 動作するためには少数キャリア、マイノリティキャリア N 型半導体では、成功、P 型半導体では、電子が必要である。半導体の整流効果、電流を一方にだけよく通す性質は、元来は、型円光の結晶で発見された。初期のラジオ受信機、鉱石ラジオでは、鉛の保持具に埋め込んだ型円光の結晶の表面に、 猫の髭と呼ばれた細い金属線をわずかに接触させたものが用いられた。もっとも初期のタイプである。ゲルマニウムなどの半導体表面に針を刺して核端子にするものである。1945年にダイオードが1948年にトランジスタが開発された。点接触系ダイオードは端子間容量が小さく。 高周波特性が良いので、研波用ダイオードとして広く用いられ、今日でも特定用途に生産されている。他方、点接触系トランジスタは、トランジスタ発明当時の姿であり、エミッタ端子とコレクタ端子との間隔を微小に保つ、ことの困難さや、動作の不安定さなどから間もなく、接合型トランジスタにって変わられた。この方式以外の半導体は、 原則としてすべて接合型構造に分類される。純粋な半導体の単結晶を溶融半導体中に入れ、ゆっくり引き上げ棒状に成長させるものである。ゲルマニウムトランジスタ前世紀に一般的だった製法である。ゲルマニウムの薄い N 型単結晶をアクセプタとなるインジウム等の金属粒で両面から挟んで熱接合し、 合金部分から拡散したアクセプタによって PNP 構造を形成したもの。NPN 型もあったが SI トランジスタでは使われなかったと思われる。断面が第一、メサ状で厚み方向に電流を流すものである。PN 接合ダイオードの場合 PN、バイポーラトランジスタの場合 PNP、NPN、サイリスタの場合 PNPN PN 構造を形成する。 2000年代では、大電力用パワーデバイスのみに使用されている。同一平面上に、単子用電極を形成したものである。電流経路を短くすることが可能で、高周波特性が良いなどの特徴がある。また、微細加工により多くの素子を並べて、写真技術の応用で製造できるため、ばらつきが少なく大量生産に向く。この特徴を生かして、 モノリシック集積回路が発明された。半導体素子にはトランジスタ、ダイオード、整流器、発光ダイオード、LED 等がある。こういった単体の半導体素子はディスクリート半導体、個別半導体と呼ばれる個別部品として生、使用されているが、多数の半導体素子を一括して作成した集積回路 IC、LSI の方が、 流通量や産業規模としても大きな位置を占めている。集積回路になるとトランジスタやダイオードといった濃度素子に加えて抵抗やコンデンサといった受動素子も半導体素子として構築される。パワーエレクトロニクスにおいては電力機器用の電力用半導体素子があり、高電圧、高電流を扱える。二端子素子は通常ダイオードと呼ばれる。 素子のオン状態及びオフ状態を外部から与える信号によって耳に切り替えられることができるものを自己証拠素子という。ファブレスとは自社内に製造部門を持たずに開発や設計を行い他社に製造を委託することまたはその会社を指す。詳細はファブレスを参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。